はい、どうも、KTC KTC 放送局の健太店長です。ちょっと待って、なんか今、ゲップが出そうで笑っちゃったよ。大丈夫、はい、KTC 放送局の健太店長です、こんにちは。マッスルインク通信っていうね、入れ墨と筋肉時にダイエットみたいなブログ始めましたんで、動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、で、今回の動画はまあちょっと手短にね、最近まあちょっと動画長いやっぱ言われちゃってるんで、まああんまり短くしないようにしつつ、ちょっとねやっぱ短く、もう20分級の動画はねあんまり撮らないようにしようかなっていうことで、15分前後狙っていきたいと思います。それ短いかなっていう話ですけど、はい、で手短に、まあ一部のね人からよく前から言われてたんですけど、まあタトゥー、まあ、またタトゥーの話なんですけど、僕タトゥー大好きなんで、まあね、見えるとこ入ってないけど、見えなね、上半身はほぼほぼ今全部埋まっててね、まあタトゥー大好きなんですよ。でまあできれば日本でもタトゥーカルチャーがもう少し市民権得られたらいいなってことで、まあ動画活動なりまあいろいろやってたんですけども、まあやっぱ一向にっていうか、ちょっとはねタトゥー嫌いだったけど店長さんの動画でちょっとイメージ変わりましたって言ってくれる人とかも増えたんですけども、まあ、やっぱりタトゥー嫌いな人、タトゥーもう入れ墨ってだけで毛嫌いしている人たちって、まあ、減らないし考えなかなか変わらないわけなんですよね。で、まあその人たちはもういいやと、しょうがないし、うん、まあ無理やり好きになれって僕も言ってるわけじゃなくて、まあ市民権得られたらいいなと、まあ今まで興味あった人たちが僕の動画とかきっかけでね、あタトゥースタジオ行ってみようかなとか思えてくれたらいいなみたいな、それぐらいの感じでやってたんですけど、まあ一部の人たちからなんかそのお前なんかそのなんつうの結局ね、その入れ墨入れてる人たちって、まあ、アウトサイダーっていうか悪い人たちが多いじゃねえかと、素行が悪かったり、まあヤンキーと呼ばれる部類の人間だったり、まあどちらかっていうとそのアウトサイドの人たちの方が統計上ね、うん、どんなに綺麗事言おうと統計上ね悪い人たちの方が多いだろうと、そういうふうに言われちゃったんですよ。うん、そんな口調じゃなかったけど、とにかくまあ悪い人たちの方が多いですよねって、そういうのが現状ですし、まあタトゥーをねもっとその市民権得られるためにするには、そういう人たちの日頃の行いとかが重要なんじゃないですかって、そういうふうに言われたんですよね。まあ実際に何人かそういう同じようなニュアンスのことを言ってくる人がまあ今までにもいたんですけど、僕ちょっとそれに関してまあちょっと変かなって思って確かになんとなくそれっぽいことは言ってるんですよね。まあタトゥー入れてる人たちの日頃の行いが重要ですよねと、偏見を助長するのも偏見をなくすのもタトゥー入れてる人たちの行動次第じゃないんですかみたいな、そういう風に言ってくる人たちって結構いるんだけど、おかしいかなって僕ちょっと思うんですよ。なんとなくそれっぽいけどね。だってね、なんで日本でねそのタトゥーを入れてる人たちにまあどちらかというとそれは反社会的な人とかアウトサイドな方が多いのかって言ったらば、そもそもタトゥーに関しての偏見があるからでしょっていうふうに僕は思うんですよ。タトゥーに関しての偏見、まあ日本って正直異常ですよ。まあ他の国でももちろんね、タトゥーに関して偏見持ってたり、タトゥー嫌だなって思ってるふうに、うん、そういう感じてる人ももちろん他の国もいるんだよ。アメリカだってイギリスだってどこだっていますよ、そりゃ。まあ好き好みなんていろいろだし、国民全員がタトゥー最高って言ってる国なんてないと思うけど、ただそれでもね、日本はやっぱちょっと異常ですよ。日本のそのタトゥー入れ墨に関しての風当たりっていうのはちょっと異常なんですよね。本当に異常なんですよ、うん、もうなんかあったんじゃないかなって昔、うん、って思っちゃうぐらい異常なんですよ。でもなんもないんだよ正直実際ね。うん、まあみんななんか受刑者にうんぬんって言うけど、それって本当にピンポイントの一時の風習っていうか習慣だけをピックアップしてた話であって、もともと入れ墨ってそこまでね
そんな悪のなんかものみたいな感じじゃなかったし、日本でもまあ町人堀だったり役人堀だったりいろんなのがあったよね。火消し堀だっていろんなのがあったんだよ。でもそこはまあアンチの人たちは見ないんだけど、まあそれは一旦置いといて、でもとにかく日本って異常なんですよ。何があったのか知らないけど、異常なほどタトゥーに関して、風当たりが強い国っていうか、ネガティブなイメージを持ってる国なんですね。で、まあそれが脈々とその偏見が今の世代にもなぜか受け継がれてしまって、まあ洗脳だけどね、まあ今の60代、50代、40代ぐらいはタトゥーに関してネガティブなイメージを持ってる人がほとんどですよね。うん。まあ僕らの親の世代かな。僕30なんですけど、30ちょいなんだけど、うん、僕らの親の世代とかね、その辺はもうタトゥーに関してほとんどの人が嫌い、ダメっていう、そういう意見じゃないですか。その偏見がね、まあ親から子へどんどん脈々と受け継がれてって、今の正直若い子たち、まあなんだか分かんないけどタトゥーは嫌いみたいな、タトゥーはダメなものって、そういう風に思ってる人いっぱいいるでしょ。理由は分かんないけどみたいな。正直僕の親の世代もそうですよ多分。僕の親の世代もその親から言われて、なんかよく分かんないけどタトゥーダメだよみたいな、うん、そんな感じでやってきちゃって、まあ日本人はね、周りと足並みそろえるの大好きだから、うん、なんかもう国全体でもタトゥーは反社会的なものっていうね、うん、すごいなんか謎のイメージがついちゃったんですよね、うん、でその偏見とかそのね、謎の悪のイメージのせいでね、あの普通の人っていうか、その反社会的な人とか、まあ、ヤンキー系、その知らねえよそんなのっていう風に、そういう風に言えるスタンスの人たちじゃないとタトゥー入れられなくなっちゃってるんですよ今。だからでしょっていう風に思うんだけど、どう？その反社会的な人とか、まあ、アウトサイドな方々にタトゥー入れてる人が多いっていう、そういう統計ってそもそも偏見がなかったら、だからなかった話だよね。この偏見がなかったら、もっとだってタトゥー入れたい人いっぱいいるじゃん。俺の動画のコメント欄だってツイッターで来るメッセージあって、偏見がなければタトゥー入れたいんですけどねって人めっちゃいるよ。うん、親がとかね、うん、なんか仕事に不利なんじゃとかね、やっぱ周りの反応がっていう人めちゃくちゃいるんすよ。だから偏見がなかったら、まあそういう普通の本当に偏見がって言ってる人たちだって、まあスムーズにタトゥー入れられたわけでしょ。別に何のあのなんていうの、しがらみもなければね。でもその変なしがらみがあるから、どちらかというとその反社会的な人たちの、なんつうの、反社会的な人たち、反社会的っていうのは嫌だな、まあそのアウトサイドな方々が楽しむ趣味趣向みたいな感じになっちゃってんじゃないの、うん、だからそのさっきも最初に戻るけど、そのコメントしてくる人たち、うん、タトゥー入れてる人たちの行いが偏見助長してるとかね、どうこうっていうのって逆なんだと思うよ俺。偏見がそれを助長してんだと思うよ日本の、うん、日本の偏見がそういう悪い人たちっていうか、ちょっと怖い人たち、うん、にしかっていうか、にしかじゃねえけど、そういう人たち、なんて言い合いんだこれ、助長してんだよとにかく。わかるでしょ、なんとなく言わんとしてることは、うん、だから俺そのなんとなくそれっぽく言ってくるコメントって俺間違ってると思うっすね、うん、ね、だってアメリカとかね、タトゥー大国、まあほんと成人の男性の 40% がタトゥー入れてるって言ってたかな。成人男性も女性も含めてかな。だから2人に1人はもうタトゥー入れてるぐらいのレベルなんですよねアメリカって、成人がね、うん、そうなってくるともうやっぱりアウトサイダーだろうがサイダーじゃなかろうがね、普通の人だろうが、まあみんなタトゥーは楽しんでる人が多いわけですよ、はい、ね、そういう国のような感覚でもし日本がいたらばだよ、日本も同じことになってたと俺は思うんですよね。だから別に僕らタトゥー入れてるものの行動がどうこうじゃなくて、そもそも日本に根付いてるその偏見をどうにかしないと、結局そのやっぱアウトサイダー寄りの人たちしかタトゥーを楽しめないっていうこの状況って結局続いちゃうと思うよね俺。まあね、今の若い子たちって
昔よりかはね、インターネットがはるかに普及してるんで、もう昔よりかその自分で知りたい情報って取得できるじゃないですか。だから今の俺の親の世代とかよりか、全然タトゥーに関して寛容になってるんですよね、うん、まあだから洗脳が解け始めてるんで、まあもう少し経てばね、うん、日本も目が覚めるかなとは思うんですけど、まあ、とにかくそのなんかタトゥー入れてる人たちのせいで偏見って強まってるんじゃないの、助長されてんじゃないのっていう意見は俺は根本的にもう間違ってると思います。それがちょっと言いたかった動画なんで、まあ、短めに、はい、うん、偏見があるからそうなってんだよっていう、そういう統計が出来上がっちゃってんだよって、僕は思いますけど、皆さんどうでしょうっていう話でした。はい、 KTC 放送局の健太店長でした。 KTC 放送局ってなんかダセな名前, 笑っちゃうな、言ってる最中に